皆さん、女の子らしい格好をしておりますか？ 3 月3日、まあ、いわゆるひな祭りは、女の子の日らしく、女の子の格好をしてもらってます。そして俺も、ちょっと強そうな女の子の格好をしております。ひな祭りって言うから、とりあえず女の子集まったけど、特にやることはないよね、ひな祭りって。なんか、ひな壇にさ、お代理様とおひな様並べて、あと五人囃子ずらって並べれば、ぶっちゃけ、いいじゃん。バスケでもする？とりあえず女の子のレディースチームでバスケでもするか？フリースローするかじゃあ。はい。はい、はい、コートアウト。コートアウト。外出ちゃった。誰もうまくいかない。おー、すごい。スリーポイントするわ。スリーポイントの方が簡単だわ。見てて。レイアップシュート。全然入らない。むずいよね、これ。これむず。一番むずいぞ、フリースローより。投げただけや。投げただけや。あ、惜しい。あやとびする？女の子っぽい。あやとび。こういうやつ。これをジャンプしてかわすやつ。そう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 。そうそうそう。これあやとび。これ昔の女の子がする遊び。そういうこと。あ、そう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 。これあやとび。昔の遊び。昔の遊び。危ない。危ないし、あんまり面白くない。かごめ、かごめ。かごの中の鳥は、いつ、いつでやる。夜明けの晩に、鶴と亀と滑った。後ろの正面だあれ。いた。いた。後ろの正面いた。イカちゃんだ。なんか昔はこういう遊びがあったらしい。なんかわかんない。でも女の子の遊びだから俺にはわかんない。本当にわからない。こういう遊びがあった。みんな、キリオだよ。なんで今日僕がいないのにみんな楽しんでるんだい？でもね、僕、いや、私は今日、おひな様になってきたからいいんだ。楽しみに待っててね。それでは、またね。